はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。アップバンクスは渋谷店長の風野です。はい、似合ってますかこれ。似合ってるかどうか。これ結構生地がしっかりしててびっくりしてる。だってこれ1枚以上するもん、1個。え、高い。なんでここ。でもそんなに多くないか、6着ぐらい。すごい貴重なものをね、着させていただいてて、ちょっと興奮気味です。あげるわけじゃないからね。はい。着たいって言うから着せさせていただくだけで。試着ね。試着。はい。今日はですね、お、だんだん暖かくなってきたじゃないですか。もう桜も咲いてね。で、すごいの。満開。うん、そう。暖かくなってきたら、やっぱり行楽シーズンということで、皆さんいろんなところに出かけるんですよ。家族でもそうですし、皆さんでどっか出かけるっていう機会が非常に多くなるじゃないですか。裸族でも。裸族。なんでもないです。はい。はい、でね、移動手段の一つとして車あるじゃないですか。あるね。で、iPhone を車の中で使おうっていう製品が非常に多くあるんですよ。へえ、そうなの。はい。もう結構ね、いろんな種類があって、中でもね、私が特に勧めたい商品をね、いくつか持ってきたんで、今日は紹介させてください。なんかね、はいはい、小助から言わすとね、車の免許持ってないとね、うん、男はあかんみたいな。あ、そうだ、マックスまで持ってないんですよね。持ってない、うん、無免許。無免許。なるほど。結構ね、車あるとね、いろんな幅が広がるじゃないですか、行動手段。行動を走るんだよな。ね、ちょっと最近車買った。車買った？増税前ね。よく最近聞くじゃないですか、増税前、増税前。もう増税後だけどな、今は。もう後だけど。なんで、今度ちょっと、2人でドライブキャス。あ、いいよいいよ。ドライブキャス。それで今日このグッズなのね。そうなんです。その車で使えるって。そうなんです。自分のなんかためみたいな。いやいや、こっから発信してくっちゃっかりこれ私物にしたりとか。しない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 。僕普通にこれ買いましたから、ね、気に入った商品。マジで。はい。じゃあ紹介しようぜ。はい。じゃあまず車の中でしたいことって言ったら何かありますか。特にない。ええー。窓を開けて風を浴びたい。違いますよ。iPhone は使ってですよ。一番はこれね、皆さん思うと思うんですけど、車の中で iPhone を充電したい。あ、これ思いませんか。すごいある、すごいある、はい、あるある。ニーズ高い。そうなんですよ。そういう時に一番使ってもらいたい商品がまずこちらです。おお、なんだっけ、シガーソケット。はい、あそこに入れて充電。お、すごい。もうね、物を出します、ね、完全にライトニングケーブルだ。そうなんですよ。まあもうさすがにね、ライトニングケーブルになってから1年以上経ってるんで、もちろん対応はしてます。このシガーソケットをガチャンと挿してですね、iPhone が充電できるという。これはいい。で、これね、こういう製品って今までたくさんあるんですけど、あ、そう、なんでわざわざ持ってきたかっていうと、これね、出力がね、2.4 アンペア。高い。だいたいね、こういうものって1アンペアとか 2.1 アンペアぐらいまでなんですよ。 iPad とか余裕やん。そうなんですよ。新しい iPad Air って実は 2.4 アンペアないとダメなんですよ。その正規の、はい、はい、ということでね、それにも完全対応してますし、 iPhone を充電するときは急速充電ですね。もうめちゃくちゃ早い充電ができるということで、これを持ってきました。すごい。で、嬉しいのがこの長さ。長え。後部座席もいける。お、もう まさにそれで 1.2 メートルっていう長さがあるんで、だいたいシガーソケットって運転席周りにあるんですよ。そうだね。だけど後ろの後部座席、ちっちゃいお子さんが YouTube をこれで見たりとかするときも充電がなくなる心配がありません。へえ。そういうね、ときに便利なのがこれ。これ。はい。裏の方が使用例見やすいかな。概要欄にリンクがございますからね、はい、皆さん。で、まだまだ続きますよ。まだまだ続きます。はい。そして他に、例えば、じゃあどうしようかな。車の中でなんかやってみたいこととかないですか？ Wi-Fi でインターネット。それちょっとやめておきましょう。ダメ？それちょっとね、そもそも、iPhone を運転中に触れないですか？携帯電話で。いや、私はさ、運転してないから、乗る側だからさ。あ、なるほど。乗る側だったらまあいいかもしれないですね。じゃあ、それで行きましょう。その時に、あんの？そんな。インターネットしたい時とか、やっぱり車の中で固定とかしたくないですか？したい。もうこう、ブーンつって、なんかめんどくさいもんね。そうなんです。その固定ができるというアームホルダー。じゃん。アームホルダー。もうちょっとこれね、実際に見せた方が早いんで開けますね。しかも充電器付きって書いてある。お、ちゃんと読んでますね。これ、面白くて、はい、完成しました。これもね、シガーソケットを使って、そのままスタンドになる、ね。おー。こっちかな。これ何がいいかって、やっぱりシガーソケットにつけるので、電源の供給ができるんですよ。すげえ。で、スタンドに立てながらこうやって iPhone をチクったりとか、あとは運転手だったらナビアプリを Google マップとかで、はい、地図だ、ナビアプリを起動しておくと結構ね、使い勝手がいいのかなと思います。
で、この商品はこちらだ。はい、こちらだ。フレキアム。はい、はい、じゃあこちらもあの概要欄にリンクを入れておきましょう、はい、まだまだいきますよ。おまだまだいこうぜ、はい、あ、使用例ここに出てるな、はい、これね、あの別途記事でもしっかりとね紹介しているんで、そちらをチェックして、概要欄からチェックしてください。で、まだあるんだな、はい、はい、次はやっぱり iPhone って携帯電話じゃないですか。ああ、運転をしながら電話をしたい。大丈夫なの？あの iPhone をね直接手に持ってしまうと、あの交通違反になってしまうんで、 iPhone に触れることなく通話ができるという製品がねいくつかあるんですよ。ほう。で、まず、じゃあ紹介したいのは、まあ普通の Bluetooth ヘッドセット。あ、これも耳に装着して、使うというタイプ。はい、ただ憧れるよね。かっこいいですよね。かっこいい、めっちゃかっこいい。かっこいいです。もうこういうもので耳にねこうやって装着してボタンを押すことで、もし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 通話ができる。音楽も聴けちゃうよね。音楽も聴けで、普段使いはこれね、なんで今回このタイミングで紹介したかというと、やっぱりこの Bluetooth のヘッドセットも充電する必要があるんですよ。そうだね、それそうさ。その時に充電ができるという、こうやってシガーソケットから取る、またシガーソケットものがちゃんと全部付属してるんですよ。うん、利用例がこの裏に書いてある、はい、こういうのがね、嬉しいですし、結局いろんなものを買うと値段上がっちゃうじゃないですか。これも全部一つになってるんでお買い得なんですね。確かに、はい、てかシガーソケット大活躍やな。でもシガーソケットないと車のものはダメですよ、対応できないですからね。そうなんだ、はい、はい、これもリンク概要欄に入ってます、はい、まだまだ通話系いきます。今は Bluetooth のヘッドセットだったじゃないですか。じゃなくて、もうなんていうんですか、車内中をスピーカーにするみたいな、スピーカーにするっていうものがあるんです。それがこちら。今の Bluetooth のものって結局耳に入れてるんで、例えばパトカーが通ったりとか緊急車両が通る時とかって耳ね、聞こえなくなっちゃう恐れがあるじゃないですか。いや、そういう方に、まあ、もしくはもう完全にハンズフリーで耳にも何もつけない状態で普通に電話をしたい人、はい、におすすめなのがこちら。それは何すか？これはですね、e モバイルではない。あ、似てます。はっ、これはですね、もうこれがスピーカーとマイクの役割をするんですよ。へー。で、よく眩しい時にガチャンって下ろす、ある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 、それに差し込むことができて装着できます。まあ、これもシガーソケット付属してるんで、またシガーソケットだ、はい、充電するときとかはこちらを使ってください。まあ、使用例は、あ、使用例書いてある。スピーカーでハンズフリー通話、いいですよね。すごいな。これを使うことで、例えば電話かかってくるじゃないですか。ここにねボタンがあるんで、これボタンピッて押すと、その車内の中にその例えば村井さんの声が聞こえる。まあ、そのまま喋ることで村井さんにちゃんと声かけるという仕組みになってます。未来、はい、かっこいい。これがねやっぱりあの適してるっていうのは、やっぱりその緊急車両とか外の音をしっかり聞きながらまた通話がしっかりっていうねメリットがあります。はい、結構便利です。まだまだある。次はぶっ込むね、1個の動画でぶっ込むね。はい、あのこちらもあの概要欄にリンク入っております、はい、どうぞ。で、まあ、あの次最後なんですけど、iPhone の中に入ってる音楽を聞きたい。そりゃ聞きたいさ、そりゃ聞きたいさ。そんな時に便利なのがこちら、スマートフォンでワイヤレス。ほう。まあちょっと何言ってるかこれだけじゃわからないんですけど、これを使うことで FM 飛ばしとか聞いたことあります？あの車の中にラジオを聞く機械とかあるじゃないですか。あるあるある。それを使って iPhone の中に入ってる曲を車内、車の中で流そう。マジで？そんなことできるの？できるんですよ。まあ、これね、物がね、もう見せると早いんですけど、すごいね。まあ、これもね、あのもう前でおなじみ、ほらシガーソケットついてます。カー用品ってのはもうシガーソケット命だね。もうね、製品はね、これなんですよ。これもまたサンバイザーとかにつけることができて、ここにあの FM のチャンネルが書いてあるんですね。80何点いく、書いてある書いてある書いてある。この周波数をそのデッキジャックするんだ。デッキに合わせることで、聞くことができるんですね。で、iPhone はこれに対して Bluetooth で飛ばすんだ。そうです。へー、すごい、よくできてます。で、こういうのって何がいいかというと、大勢で例えばドライブとかいろんなとこに行くときに、あの曲聞きたいよね、でも俺持ってるぜっていうときとかにみんなで聞けるんですよ。聞きやすいんですよ。それはあるよ。昔だったらね、お前 MD 持ってないのとか CD 持ってないのとかカセット持ってないのとかだったんだけど、今はもう iPhone さえあればもう
自分たちの好きな音楽がこうやって共有できたと聞けるっていうね、メリットがあります。むしろこれは刺さるんじゃないか、うん、大人は。そうですね、ドライブしながら曲を聴くとかってさ、はい、30代中盤とかそれ以上の男性からすると、はい、なんか彼らが育った時代のドラマの光景じゃん。そうですね、ドライブしながら女性を口説くみたいな。そうですね、そういう世代じゃん、はいはいはい、彼らからするとさ、これとかめちゃめちゃ良くないか。で、あの最近のカーオーディオってもう Bluetooth が内蔵されてるオーディオとかもあるんですよ。ただ高額であったりとか、今持ってるオーディオ入れ替えなきゃいけないんで、そういう手間を考えるととってもリーズナブルなんですね。値段も安いですし。こちら、はい、これも概要欄にリンクがございます、はい、ということでね、あの今日いくつか紹介してきましたけど、あのどれもこれからの行楽シーズン、まあ、ドライブシーズン、はい、でもう本当に活躍する、ね、製品ばかりだと思います。なのでね、本当にお父さんが運転するときに横で iPhone 作りたいとかね、そういう方にもバッチシですしね、デートに使いたいっていう人もバッチシです。ぜひね、すごい購入検討してみてください。概要欄にすべてリンクがございます、はい、一式ございます、はい、どうぞチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ以上ありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます、この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで